ばんは、マグマンペイです。私は今錦糸町にお邪魔しております。今ですね、深夜の12時なんですけども、深夜の12時の錦糸町、また昼間の錦糸町と全然違いますね。なんかもうザ夜の街、ね、錦糸町の本当の姿をね、こう今見てる感じしますけども、さあこの後ろにですね、もう皆さん大好きなこちら錦糸町ニューウィングさん、こちらに今日はですねお邪魔したいと思うんですけども、なんとですね今ですね見てください、これもうあの物々しいこのガムテープなんか事件の匂いしませんか？大丈夫？これね、実はですね、今日11時に閉店しまして、6月2日にですね新しいサウナがオープンするということで、その新サウナをオープン前に特別にですね今日、後ほどサウナで、ね、潜入させていただけるということでお邪魔しましたね。だからこれお客さんが入らないようにね、もう新サウナに入りたい全国のサウナファンを止めるためのガムテープです。はい、ニューイングは事件など起こしておりませんね、ご安心ください。これはどうお邪魔していいのかなもうこのまままたぎますか、じゃあね、またいいのかな、こんな番組ある普通こんなのないよね。撮影しますって言ったらこれな、あ、撮ってくれるよね。お久しぶりです。ご無沙汰します。すいません。なんか新サウナがどうやらオープンするということで、ギリギリできましたね。間に合いましたか。間に合いました。あと役所さんとかもいろいろ OK 出してもらうのも、もう今日ですよね。もう31日、今日の昼間。あ、まさに今日の昼間ようやく OK 出たんですか。 OK 出ました。もうギリギリのギリじゃないですかギリギリのギリ、すごい良かったですね。うわー、これでやっと皆さんのサウナになるっていう、我々のサウナだったのがやっともう皆さんにお渡しできるということになりますね。うわー、楽しみついにニューイングに3つ目のサウナが完成ということで、ちょっともう本当いろいろそのね、前々からちょっとお話も聞いてたんで、まあどんなサウナなのかとかね、まあ吉田さんがこうサウナに対する思い聞きたいですけども、まずは潜入したいと思います。さあ吉田さん、もう水着着替えたんで早速いいですか。はい、サウナですよね。はい、もうお願いします。もううずうずしてしょうがないんで、もうじゃあ行きましょう。行きましょう、お願いします。いやいやいや、楽しみですね。あ、いいですか。はいはいはい。あれ、こんなふかふかしてました。変えました サウナだけじゃなく、この1階から2階のこの絨毯変わってる。変えました。新しくふかふかに、すごい。サウナだけじゃない、ちょっとね一段上がりやすいですよ、このちょっと反発で。みんなウキウキ感があるじゃないですか、ウキウキ感が、それをさらに弾ませようという考えですこのクッション性で、この糸のクッションで弾ませたかったんですね、ワクワクを。いや素晴らしい。いや分かりましたよ、裸足で。分かりました、うん、すごい。着替えるから絶対裸足じゃないですか。確かに分かると思うんですよね。いいですね。まあ、分からないまでもなんとなく伝わるんじゃないかな、ワクワク感がこう高揚していくんじゃないかと。すごい、サウナだけじゃなかったっすね、階段の絨毯も変わってるあ、すごい気持ちいい。でも本当にあ、でもまあまあ、はいはいはい、まあでも閉店してるからね。気づきません。え、気づきません。あれ、気づきません。え、あ、でも違うか、うんうん、
あ、違うか。これプレート新しくなってない。松本市が増えた？あ、増えてない。こっちです。こっち、この棚が増えた。ほんとだ、すごい。ラフテルとかある。何、ラフテルとか隣伊予島とかあるじゃん。軍艦島、島ボケやってる。島でボケてる。あの ルブブの人気の島ランキングで調べます。何ですかそれ。人気の島ランキングっていうのがあって、はい、じゃあここは 島でしようと。あ、ここは島で、まとめようと思ってルルブを見て選んだんですね、人気の島で。、はい、こっち側にあの鹿児島がないって偶然にも昔から言われてましたよね、忘れてたとかでね。鹿児島がないって言われたんで、うん、ちょうど島つながりでここに鹿児島が。なんであの別に鹿児島島じゃないんですよ。ああ、はい、そうですね、漢字はそうですけど、なんか島ばっか見てるとこれいいのかな。なんかちょっと鹿児島だけ居心地悪そうじゃないですかこれ。あんまり中入ります。いいですか、中入ります。お願いします。お邪魔します。これ結構サウナですよね。はい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 。万平さん、え、万平さん、え、万平さん、ちょっと待ってください。変わった、ちょっと待って。すっごい様変わりですよこれ。え、どこ、え、あれ、いや、もっとでかい、もっとでかい。これ、これ、これ、赤スリーゾーンがここになってんだ。そうです、そうです。ここ前まではあのシャワーゾーンでしたよね。立ちシャワーです。立ちシャワーでしたよね。それが、うん、ここがボディケアのスペースになった。ちょっと中見てみます。え、いいんですか。ちょっと入ってみていいですか。なんとなく赤スリーバーっぽくなってます。うわ、すごい、すごい、縦2列で。でね、ここに変えたら売り上げが上がった。え、あ、マジっすか。こっちの方がフィット、赤すりっぽいんだと思う。あと思ってる以上にここの方が目がつきやすいんですかね。最低でも行きと帰りで2回見ますからね。赤すりやるようになったよねっていう。はあ、そっか。僕あのサウナが新しく今回できたということで、そのどこに作ったんだろうなと思ったんですけど、今ねここに赤すりが移動してきたでしょ、はい、ってことはもともとあったあっちの赤すりゾーンに気づきました。サウナがあるんですか。そうです。うわー、結構広かったっすよね、あそこ。あそこに、やばー、めちゃ楽しみ。ああ。あ、大変。え、もう一個変えたとこあったの。え、もう一個変更点。え、どこだろう。ちょっと待ってください。ちょっとこれはね、難しいんで言いますね。どこだろう。これ難しいんで。難しい。難しい。もう。どこですか。え、見た感じなんかね、大きく変わってるっていうのはあんまなさそうでしたけど。これは難しいですよ、はい、ここでニューイングの2の方は、はい、ここでこの扉を開けて外気浴をするんですよね。はいはい、ここに風がバーッと流れてくるから。そうです、そうです、はい、で最近本気で全開にするんですよ。これを全部開ける。そうです、はい、全部開けてもうここで座って整っちゃうんで、閉めることを忘れちゃうんですね。閉めることを忘れる、はい、はい、で開けっぱなしになってちょっと危なっかしかったんで、あ、はい、ここにこうストッパーとつけました。わかるか。わかるか、それ。危ないから全開すると、はい、危ない、落ちるかもしれないじゃないですか、はい、でも外気浴はやってもらいたい。その気持ちはわかる。でも開けすぎて欲しくないみたいな、その葛藤の中でこのストッパーをつけました。わかるか。本当はもうちょっと長いのが良かったんですけどね。いやいやいや、わかんないですよこれ。お客さんが見てもうちょっと長いのが良かったなとか言わないですから。大丈夫です、大丈夫です。長い方がいい、
なんか思われてんだろうなと思って。いやいや思ってないです。どこで悩んでるんですか。大丈夫です。大丈夫大丈夫。裏切っちゃったかな。さあいよいよ。いよいよ。え？え？なんか。え？吉田さん、はい、え？どうしました？いやいやいや、え、事故現場みたいになってますよね。事故？いや事故現場ではなくて、せっかくね万平さんが来ると聞いたので、はい、除幕式をやってもらおうかと思いまして。あれ幕なの？はい、幕ですね。事故じゃん。事故起きたやつじゃん。そうです。開幕してほしくて。新しいサウナを。あ、本当に、はい、これ閉幕しちゃって隠すやつの素材ですよ。違います。除幕式の幕。そうです。あ、そうなんですね。すいません、あの除幕式で、あの初めて見るタイプの幕だったんで。はい。見たことなかったです、このタイプの幕。さあ、それでは皆様お待たせしました。ニューイングにできた新サウナ、第3のサウナはこちらでございます。せーの、よいしょ。あ、ちょっと、あ、全然想像と違った。うわ、ここからなんだ。うわー、しかもちょっとここだけ素材もちょっと違うんですね。そうですね。これ赤すりゾーンがあったもうキワキワのところから、ギリギリを攻めました。ギリギリからもうサウナ作ったんですね。はい、一つ言わせてもらっていいですか。はい、あのこのサウナ、あのうちの従業員も僕も誰も入ってないんで、見ただけなんで、みんな従業員さんもさ、このサウナを楽しむのはもう万平さんが本当に初めてです。入るのやめようかな。気が重いですわ。まあ、え、炎上したらいいのになと思って。なんでだよ。なんでだよ。お店的にもダメだろそれは。なんで喜んで炎上したらいいのになだよ。ダメなんですよ。はい。さあ、体も洗ったということで、いよいよサウナにお邪魔したいと思うんですけども、私が、全人類で最初の、お客様ということでございます。心して汗をかきたいと思います。失礼します。お邪魔します。うわー、うわー、すげー、すげえ、うわー、高、座面、座面高、すごいっすよこれ。え、ちょっと待って、結構これ、あ、見て、ストーブめちゃ低い位置にありますね。これはメトスのジールですかね。メトス社のジールというサウナストーブですよ。これでかいな。これ今温度が、あ、94度。今3段目、2段目ですかね。この一番最上段の壁につけている温度計が94を指してますね。湿度、まあそこそこありますけど、まああのめちゃめちゃ高いっていうわけじゃないですよね。多分今まだ作りたて、オープンしたばっかなんで、これから湿気が馴染んでって湿度の感じも変わってくるとは思うんですけども、比較的やっぱカラカラです。印象としては結構カラカラのタイプのサウナができたって感じですね。あとまたこのね、この木の香りがめちゃくちゃいいですね。これ全部新品ですよ。え、ちょっと待ってください。いや、あれ何？
あそこなんだ、なんかあるぞ、なんかこの奥になんかあります、うわーやば、熱っ熱っ、もうだって天井頭ついてるもん俺、熱っ、ここやば、これあの後ろにリクライニングあるんですよ、めちゃくちゃ熱いじゃんここ、やばい、すごい、これあの本当にあの木に全部囲まれてて、これの副車がうわ、これもう4面、1、2、3、4、5面だ、5面から熱が自分に刺さってくる、ニューウィング史上一番熱いポイントここかもしれない、めちゃくちゃ熱いです、ちょっとこれ、はいはい、ちょっと待って、足焼ける、足、あちゃちゃ、あちゃちゃ、熱っ熱っ、いけてます、いけてます、熱っ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 、ちょっと一旦ちょっと、あのね、まだね木が馴染んでなくて、あのねサウナ室の木の板が全部熱を反射させてるんですよ今、まだね救出してないんで、フライパン今完全にフライパン状態、多分これからずっと火入れしてロウリュしたりとかして、あの馴染ませていって、よりこう完成度にあの近くなっていくと思うんですけど、今まだねじゃじゃ馬状態なんで、今すごい熱いです、もう吉田さん、あのすいません、あまりにも熱すぎてちょっと一旦退避しちゃいました。ああ、そうですよね。めちゃくちゃ暑くないですか。すごい熱いですよね。多分この3つのサウナでダントツ熱いですよね。ダントツ熱いと思います。ですよね。はい、作りたかったのはそれです。はい、僕の今入ったばっかりの、はい、合ってるかどうか分かんないんだけど、単純に僕の感想、はいはい、ちょっと言っていいですか。いいですよ、聞かせてください。確実にあのサウナの作りとしては、うん、これフィンランド式じゃないですか。あ、そうですね。ですよね。完全にそうですね。あのベンチのこの足元、うん、より下にストーブがあるってことは、構図的にはこれフィンランドスタイルの作り方ですよね。そうですね。あのですね、ね、フィンランドスタイルを意識したわけじゃなくて、はい、熱から、ね、こういう熱を作りたいと思って形を作っていくとフィンランド式になっちゃうんですよね。そうなんすか。いい熱を提供したいっていう形をこう突き詰めていくとこの形になっちゃうっていうか、あれやっぱそうなんだなってちょっとやっぱりこのストーブから上がるこの熱とこの対流を一番お客様に享受できるサウナ室の構造はやっぱり進めていくと結局フィンランド式になるんですよね。 なっちゃうんですよね。そうなんですよ。で、あのヒーターが下に落ちてるんで、足元に、はい、足元に落ちてるんで熱が直接的に当たってくるんですよね。そうですよね、はい、だって一番低い面のところにストーブを置いてますもんね。そうですよ。そうなんですよ。あとあの右奥の、はい、あれなんですか。あれはですね、うん、あのここで作るぞっていう時に、うん、赤すりをやってた時のあそこ、はい、倉庫なんですよ。いやここも一個なんかそのスペース使ってできるんじゃないかっていう話もあって、で作った方がなんか面白いかっていうことでスペースをもうここのスペースをもう完全に 100% 使ったって感じで、もうめちゃめちゃ暑かったですね。あそこめちゃくちゃ暑いですよね。信じられないぐらい暑いです。はい、それこそあのマルシンとかちょっと思い浮かべて、はい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 、マルシンの入って右側のリクライニングのところのシート、はい、あの感じも欲しいなと、うん、いいですよね。あの、はい、ちょっとこう堕落さな格好でだらーんと座りながら入るサウナをご褒美席を1個作ったところですね。1個作ったんです。いいですね。吉田さんの遊び心が散りばめられてますけども、吉田さん、ちょっとパッと見た感じの今感想を、はい、
僕はお伝えしたんですけども、他にも どうですか、吉田さん的にはこうポイントとしては。そうですね、このサウナの最大の秘密がありますね。はい、最大の秘密、最大の秘密がありますね、うん、それがもう中に入らなくても分かると思うんですよ。中に入らなくても分かる、分かると思う。最大のポイント、最大のポイントが、この、吸気口、はい、がちょうどベンチの下を通ってるんですよ。はいはいはい。でベンチの下を通って、さあ一旦入りますかって入りますか、入りましょう、はい、でベンチの下を通ってるんですね。はいはいはい。ずっとここ通って、うん、通ってここのヒーターの下、はい、がすごく上がってるんですよね。おお、下に隙間ありますよね。隙間ある。はいはい。あそこから新しい空気が入ってる。下から上に上がるようになってる。上に向かって。で向かって、これがこっち側の、はい、いやー、なるほど。だから温度が落ちにくい。はい。そして全ての座面に空気が循環してるところですね。空気の対流が、入って右側、こっちですね、はい。こっちのベンチ下のこの奥に。新しい空気が入る穴がある、はい、ここから新鮮な空気がベンチ下を通ってくるんですよね、はい、でこの右側を通って奥に当たると、この今壁、これの下にね、ちょっとね15センチぐらいの隙間があるんですよ。この隙間をフレッシュな空気が入った途端に、このストーブというのはもうずっと熱を出してますんで、上昇気流に生まれてるんですよね。これ見えないですけど、ロウリュしたら上に上がりますよね。あの上昇気流に乗ってフレッシュな家が上がる。そして当たったら天板沿いにまた今度こっち行くんですよ、空気が。新鮮な空気が左側を通って最後出口でも抜けていく。全ての座面を通って新鮮な空気が通るようになってるんですよね。で扉を開けるとするじゃないですか、はい、いっぱい人が来て、はい、こう開いた瞬間に空気が入ったのがここから抜け、ここに入って、はあ、しかもここの下からまたヒーターを取って上げてくるんです、だから空気が流れれば流れるほど熱くなるサウナです。すごい。この扉、これを開けますよね。で今新鮮な空気がこう真正面から入ってきます。新鮮な空気が真正面から入ってきて、ここここなんすよ。この隙間を通って、この先に何が見えますか皆さん。そうです、サウナストーブなんですよ。そしてサウナストーブのここに当たってまた上昇気流上に上がって、そしてこっちのベンチに移動してまた排気口に抜けていく。本来サウナに入るお客さんが多ければ多いほどドアが開きますよね。ドアが開いたら空気が、冷たい空気が入ってくるから温度が下がるんですけど、その冷たい空気がちゃんと風の通り道を通って最終的にストーブに集まるようになってるんですよ。ストーブに集まるイコール冷たい空気があったかい空気に変わるんですよね。でサウナ室全体に変わる。その暖かい空気は酸素を多量に含んでる。吉田さん、はい、あんた天才だ感動しちゃった、うん、どうですか、そのカラカラなのに息苦しくないですか。そうなんですよ、ここそう、この暑さでこのカラカラだと、はい、もうしんどいです、ね、まあ、鼻もめっちゃ痛いし、でも酸素の量はめちゃめちゃ多い、うん、そうですね。で僕そういう風に考えて、まあ、作ってもらったんですけど、出来上がってなんか本当にびっくりしましたね。あ、本当になったと思って。これじゃあ吉田さんの、理想のサウナ。そうですね、吉田さんがずっとこういうサウナ、対流のサウナができたらいいなと思うものが本当に実現したサウナなんですよね、これ。そうですね、えー、だからここ不思議で、その扉を開けっぱなしにしても温度の下がりが遅いんですよ、空気が入ったらまたここから出てくるんで熱いのが。だからなんか不思議なサウナだなと思って。すげえ、これはすごいサウナできましたよ。サウナブームで、お客さんが増えまして、はい、2つのサウナではちょっと
列待ちが出るみたいな、まあそうですよね、ところが最初あって、はい、これはもう一個ぐらいサウナ必要だなって思って、うん、もう一個作ろうと思った時に、はい、どんなサウナがいいかなと思って、でうちにあるのがオートロウリュとセルフロウリュなんで、はい、ボナサウナの方がオートロウリュ、湿度をちょっとねこう楽しむで、セルフロウリュのところも、まあ、スチームに近いセルフロウリュ、さらに湿度を楽しむっていうところ、はい、でない熱は何かなと思った時にやっぱりカラカラの熱い高温サウナっていう、このでで3つの熱を楽しめるっていう感じが、はい、一番いいかな。なるほど。じゃあもういよいよこうもうほぼほぼ揃ったみたいな感じですね。そうですね。湿度のこのね幅としては。そうですね。すごい、そういう思いがあってあれができたんですね。はい、はあ。じゃあちなみにこれから、うん、まあこれ見るときにはもうすでにオープンしてますんで、はい、これからこれを見てたくさんの方いらっしゃると思うんで、利用するお客さんにこういう楽しみ方、どういった楽しみ方してもらいたいですか。まあ最初はカラカラにみんな入ると思うんですけど。はい。早くそのカラカラのあの新しいサウナに飽きてもらって、うん、作ったばっかなのに早く飽きてもらいたいなという気持ちがあって、それはなぜかというと、はい、やっぱりこの3つのサウナを楽しんでもらいたいと、だから1セットの概念が変わるというか、例えば、ボナに8分入って、はい、最後の締めにカラカラ4分入って、うん、ボナって体の芯から温まってくるんですよね、はい、その最後にカラカラの方に入って肌の表面を焼いて水風呂に入るとか、うん、組み合わせを自分で考えてほしいっていう、はあ、自分の体体調に合った入り方をこの3つのサウナを使ってやってほしい、中をじっくり温めて外をカリカリに、ハンバーグじゃないですかハンバーグかな、か、唐揚げだと、いやそこでもいいだろ食材は何でもいいのよ、いいのよ、唐揚げかなと思ったからまあでも要はいろんなお客さんにいろんな楽しみ方をあの3つ目のサウナも使ってやってほしいってことですね。その逆だとどうなるんだろうと。なるほどなるほど。カラカラから入ってボナに入って水風呂行ったらどうなるんだろう、うん、なるほど、うん、それを自分たちで自分の体で試して、体験増やしてほしいってことですね。もし2つがいっぱいならテルマーレが待合室みたいになるかもしれないしあ、それはそれでいいですね。それはそれでどういう使い方してもいいし、うんうん、もしかしたらテルマーレから入ってカラカラに行ったらどうなるのか、うん、なんかいろいろ自分でも想像つくものと つかないものがあるので、はい、それもう入っても入って経験するしかないんです。そうですね、はいはい、だからそれはぜひ皆さんが足を運んで体験していただいて、いろんな試し方やってみてください。水風呂も2つあるんでどっちから入るか。そうですね、はい、ぜひそれをサカツだったりツイッターで感想を、はい、ハッシュタグニューウィングでやっていただければと思ってますんで、どうぞ皆さん楽しみにいっぱい入ってください。大丈夫ですかね。そうですねマグマンペイの後ほどサウナで。